西口西口新白川駅は、福島県西白川郡西郷村道南東にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。東北新幹線と在来線の東北本線が乗り入れており、接続駅となっている。日本の新幹線の停車する駅としては唯一村に、所在するが、 西郷村と白川市の境界部に位置し、新幹線ホームの北側部分は白川市にかかっている。主な駅弁は下記の通り。2012年現在、JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。貨物設備はなく、専用線も当駅には接続していない。かつては駅から分岐し、 三菱製紙白川工場へ至る専用線があった。この線は紙製品や工場燃料の石油、化学薬品などの輸送に使用されていたが、工場の減産に伴い1994年4月頃に廃止された。紙製品輸送はコンテナや有害車を用いていた。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1784人で、 ある。また、新幹線の1日平均乗車人員は1032人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅周辺は西郷村と白川市の範囲である。東口が白川市側、西口が西郷村への玄関口となっている。駐車区出店新幹線、ありがとうございます。